ちょっと待ってよ。伸ばしました膝。今のでも伸びてるの。いきぎる。ちょっと見てみる。なんかテーマ持って滑ってね。それでは次また1回滑ってやります。はい、分かったよ。先に BJ が来たから誰も言ってくれないんだね。でも先に来ない。痛かった。取ってやろうかな。どうだろうね。お疲れ。行っていいですか。あ、いいよいいよ。やられた。あ、桃が来た。遅れちゃったかも。わあ、ゴーグルやられた。あ、本当。あ、しないで行こう。Olympic Games four times. You should watch him. ポンって飛びすぎる。だからここ入るときにパターンとすぐ吸収しながらもうちょっと右に膝を倒す。
そしたらこっちに飛ばないでしょ、膝がこっちに飛んでる、こう出るから、それが遅いからこっちにまで飛びすぎちゃう。でも1メーター足んないだったら土台からもっとでかくするべきだよね。ね、雪でプラス1ってなかなか。でも土台から高くするってすごいお金かかりそうだよね。またそれだったら最初から1回で。確かに。ウォーターに来てた韓国の子とか来て滑ってるんだね。そう、ずっといる。1月ぐらいからずっと。あ、12月だからこの人は誰なんだろうと思ったらお母さんだなと。あ、お母さん昼から何本滑る予定？そうそう、お母さんも意外と小ぶるわけですね。あ、そうなんだ。あと2本、もう少し深くなってから2本行った方がいいかもしれないね。わかりました。うん、冷やさないように。難しいことだけど。でかくなってそうなんです。そうですね、うん、ランディングのとこ、あ、上の矢のランディング、そうですね、うん、すぐ成長する。こんだけ弱かったらすぐだよね。意外と大きく飛んでるからみんな一発目は結構そう止めたくなってくるよね。あれ？あ、了解。あー、疲れた。降りてくるのタイミドル長すぎでしょ。それツイスト使うの？年間買ったいちょっともうどんどん練習していかないと。はい、ああ、行く。